おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんに行ったら何やら新しいルアーが売っていたぞっていうことで、これね、OSP の HP フィッシュっていうね、新しいルアーですね。これ2024の春に登場したばかりっていうことで一つ買ってきてみましたよ。裏がね、銀色で、背中がこんなね、釣れそうな、なんか馴染みの良さそうなグリーン系のカラーで、なんだろう、グリーンサンダーっていう色なんですけども、3.7 インチで、ちょっと今までにないこのテールの形状とかがね、気になって一袋買ってきてみました。価格は1045円っていうことで、基本情報のところを見ていくと、重さは約ね、これ一つが 9g。そんで、カラーはね、10色展開で5本入りだよっていうところで、JB、NBC のトーナメントも対応してるモデルだよということで、ウォブル 100% スイミングワームっていう風にね、ホームページには書いてありますね。それではね、ちょっと1個出してみたいと思います。はい、HP フィッシュ 3.7 インチということで、1つ出してみたんですけども、このテールがね、こんな感じの接続なんですよ。で、事前に OSP のですね、動画も見てきたんですけども、自分もね、よくね、あんまり分かってなかったんですけど、ドライブシリーズっていうワームのシリーズと、あと HP シリーズって2種類あって、で、これは HP フィッシュっていうことで、何なんだろうと思ったら、リカネさんとかね、すごい分かりやすく説明してくれていたんですけども、ドライブってつくシリーズは、自分が何もしてない時とかもパーツがこう、動いたりして、常にこうドライブアクションで、動き続けて、誘い続けて、食わせるっていう、そういうワームのシリーズにドライブってついていて、かたやこの HP ってついてるシリーズは、止めた時にこう完全に一回止まるみたいな、そういうイメージで考えればいいみたいですね。だから、このお尻が、こう、ちょっとね、張りのある、まあ、硬めの素材でできていて、これね、しかもノンソルトなんですけども、だからこう、ピッて止めた時にビタッとね、しっかり止まるっていうね、HP ミノーとかね、なんかそういうので想像するとわかりやすいんですけども、止めたっていう時にしっかりピタッとね、どこも動かずにピタッと止まってくれるのが、この HP がついてるシリーズということで、で、これ HP フィッシュっていうことなんですけども、ねえ、この無駄に動かないようにこういうキールみたいなヒレもついてますね。これが余分なローリングとかをさしたくないんだぞっていうね、そんなイメージですかね。で、お尻のところもある程度こうしっかり引いた時にブリ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 ってね、ウォーブリングアクションしてくれるのかなっていうね、そういう接続ですよね。だからドライブシャットとかはもうこう柔らかく接続されていて、止めた時でもなんかプロ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 って余韻で動くような、そんな作り込みなのが、このテール形状なんで、ビタッと止めた時は、しっかり止まるよっていうね、こういう感じで使い分けていけばいいんじゃないかなってね、それをね、動画で見て感じたんですけど、実際に水中映像なんかもね、OSP のホームページ見るといっぱい見ることができて、これスロー目から早めまでね、こう、お尻だけブリ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 ってね、引いた時だけしっかり動いてビタって止めた時はピタッとこう止まるみたいなね、そんなアクションに見えたんですけど、急変化な動きってバス弱いと思うんですよね。常に動き続けてるってのを、ちょっと前のね、流行りというか、まあ今ももちろん釣れるとは思うんですけども、こう自分で仕掛けた時にブリブリブリっていきなり生き物みたいに動いて、あれやっぱ違うのかな？あ、いや、またブリブリブリって動いた。よし、食っちゃえってね。まあ、だるまさんが転んだみたいな動きって本当、サイトフィッシングの時とかにね、すごい、食わせるための肝になったりする動きだったりするんですけど、それを自分から演出していきやすいルアーなのかなーってね、感じました。で、ホームページの方にね、わかりやすい説明書きも書いてあって、それによると、HP フィッシュは魚のアクションを模したアピール型フィッシュ型ベイト、悠然と泳ぐベイトフィッシュの様からフィッシュイーターに気づき、必死に逃げ泳ぐベイトフィッシュの様まで演出します。完全水平の泳ぎ姿勢。
小刻みにスイングするフィッシュテール、高い遠投性能などは例えばプレッシャーの高いバックウォーターなどにまさにうってつけです。スローリトリーブ性能のみならず超ファーストリトリーブでも破綻せずにアクションしバスを見切らせない。すっ飛んでいくキャストのしやすさと丸みのあるテール形状、丈夫なマテリアルによるフックのズレにくさで込み入ったカバーへも果敢にスキッピングでタイトに狙える性能を確保しています。また近年新たなワームの使い方になってきている逃がしテクニックにも対応、しっかりとした抵抗感と逃がした際にピタリと止まり、ただ巻きでは反応しないバスにもバイトスイッチを入れることが可能です。高い基本性能を備えた HP フィッシュはスイミングワームでの攻略をさらに進化させますということで、この近年ね、話題になっている逃がしアクションに対応っていうね、こういうルアーね、ちょっと欲しかったなと思って一つ買ってみたんですけども、まあブラックバスね、もちろんそのバックウォーターとかのややこしいバスとか狙うのはもちろんなんですけども、これをねマジでちょっと使いたいな、どうしよう買おうかなって思ったきっかけが、実はね5月から OSP でマゴチとチニングのフォトトーナメントが開催されるんですよね。コチニングだっけな、イクサとかで調べると出てくるんですけども、まあ、チヌね、黒台狙ったり、マゴチ狙ったり、それで上位を決めようっていうね、そういう大会なんですけども、これねすげえマゴチに効きそうだなと思って、でその大会にエントリーするにあたってもちろん OSP のルアーでそのお魚を釣らなきゃいけないっていうことで、こっち狙いだとねドライブシャットとかね、ドライブビーバーのちょっと大きめのやつとか、そういうので狙うかなーって、なんかそうだ引っ張り出さないとなーなんて思ってたんですけど、これいいじゃないと思ってね、HP フィッシュ 3.7 インチね、こっち狙うのにこれねすげえ効きそうだなと思ってね、それで買ってみたっていうのもあるんですよね。まあジグヘッドとかにつけて、まあフリーリグでもいいかな、それでこっち狙うのにねちょうどいいなって。で、なんでやねんっていうと、こっちってハゼ食ってるんですよね。あの昔の伝統的な釣りだと、そのまずはハゼをいっぱい釣って、でそれで餌でねコチを狙うっていうのがこう江戸前の釣りの風物詩だったりするんですけども、その時にこのサイズ感ね、ハゼだよなと思って、で動きの質もそのハゼって普段ピタッとね静かに隠れてこう止まっていて、でたまにプルプルプルってこうそこでプルプルって動くね、そういう瞬間が、バイトのチャンスになると思うんですけども、そういうのこれ OSP のルアーの中ですげえ演出しやすいんじゃないかなと思って、そうだから5月からね、始まるそのマゴチ狙いの釣りでこれ投入してみたいな。だったらもうちょっとねハゼっぽいカラーねあったらよかったんですけど、ちょっとねカラーは選べなかったんで、でもこれ裏銀色でこのなんつうのかな、色の明滅効果もありそうだしね、この感じだから、まあハゼが夏にかけてこのぐらいのサイズになったタイミングで超マッチザベイトになるんじゃないかなってね、まあ序盤から使っていこうと思うんですけど、クロダイにはちょっと大きいかなっていうねサイズ感なんですけども、マゴチ狙うんだと全然その4インチとかでね狙うとマーゴンっていう、なんだろう、60センチ65センチとかね超えたようなそういうサイズ狙うときってあんまり小さいルアーじゃなくて、まあ4インチ前後のルアーが効いたりするので、そういう時に何かうってつけじゃないかなね。ドライブシャットとかそこら辺で狙おうかなと思ってたんですけど、これ HP フィッシュね、そのピタッと止まってそっから動きのね誘いのテールの動きが出るっていうコンセプトが自分のイメージするマゴチ釣りに絶対ぴったり合うなと思ってね、まあもちろんねブラックバスでも使ってみようとは思うんですけども、結構ねメインはねその5月から3ヶ月ぐらいやんのかな、あのフォトトーナメントをね、去年クロダイのはね、参加してたんですけども、マゴチも狙っちゃっていいのっていうんであれば、
これでね、持ってね、マゴチのでっかいやつね、マーゴン狙って、ちょっと足しげく海の方も通ってみようかなっていうね、そんな感じでございます。ブラックバスに関してはね、もう説明文のとこに書いてあったような、バックウォーターとかにいる超、なんかもう、ややこしいやつ、賢いやつ、そういうのを狙っていこうかなって。そんでこの素材のところにもね、書いてあったんですけど、これね、ノンソルト素材でできているんで、すごい張り持ちがいいっていうね、これもすげえいいなって思ったポイントで、ジグヘッドとかにつけてね、ベイトタックルで激しくね、釣りしてると、で、ツージャークの釣りとかが多かったりするので、パンパン、スー。パンパンスーって感じのね、誘いが多くなってくるんで、そういう時にどうしてもちょっとなんだろう、塩入りの柔らかめの素材だと、ぶっ壊れていくんですよね、ルアーが。で、ノンソルトのルアーの方がね、使いやすいなっていう印象はあって、そんな中でボってね、これね、ノンソルトで仕上げられてるっていうことなんで、これをさらに瞬間接着剤とかでさらにガチッとね針にかけて、それで激しめのアクションでね誘っていこうかな。そんな激しめのアクションの時もこの持ちの良さそうなねテールが絶対活躍してくれるはずなんで、そうですね、ブラックバスから海から、これちょっとありそうでなかったサイズ感形、このテールの雰囲気なんで、ちょっと2024年ね、これ期待しております。また、そこら辺のね、どういう感じのリグで、どういうタックルでね、狙うかとか、ね、もちろん動画にまとめていきたいと思うんですけども、まずはね、あ、出たんだと思って、あ、そういうのがあるっていうのはホームページっていうか、YouTube で見てたんですけども、釣り具屋さんに行ったらね、あ、並んでたと思ったんで、一つ買ってみました。皆さんだったらどういう感じで使いますかね。ブラックバスなんかでも、この感じ待ってた人多いんじゃないかなと思うんで、期待の一つですよね。まあ、このテールが丈夫についていそうなこの感じ。そしてノンソルトで、こう、静と動がピタッとね、メリハリのある演出ができる。ね。このノンソルト素材によって、結構ヘビーカバーとかにスキッピングとかにドババババって入れてもね、張り持ちがいい。ね。こんな感じ待ってたよっていう人も多いんじゃないでしょうか。自分はちょっと待ってました、ということで、早速ね一つ手に入れてみたんで、おはようございます。 HP フィッシュ、これね、新しいルアー、このテールが結構特徴的ですけども、このルアーね、早速試していきたいと思います。ね、流れの中とかのバスにね、アピールするのにいい感じかなと思って、とりあえずね、ノーシンカーでスタートしてみたいと思いますよ。それではやってみまーす。ね、どんな感じかな。スーペリオフックの、これは30番だっけな。これに刺して、ノーシンカーで流し込んでみたいと思います。なんかね、ベイトフィッシュとかを追う状況だったら、まあまあ間違いないんじゃないかな。よし、やってみます。バッスンはいますか。あー、ビタッと止まってぐるぐるって巻くとテールがうねうねとしっかり動いてくれる。こういう流れのあるところで無防備にスローに誘うのとか良さそうだけどな。下から湧いてこないかな。止めた時はしっかり止まるな。あー、ただ巻き気持ちいいな、これ。ただ巻きで非常に気持ちよく泳ぎ切ってくれる感じ。ちょっとね、ストレート引きだとなんか魚がすごい見切ってる感じがあるんで、これ
タングステンの7グラムシンカーを通してフリーリグにしてパンパーンってやるリアクションで思わず食っちゃうみたいな、うん、ちょっとただ引っ張っただけだと今日見えはつはいるんだけどすげえ見切るんで早い動きをちょっと入れてみます。ピッピッっていうね、お今食いに来たな、いるなバス、うわいやー、やっちゃった。バラした。最後 HP シャット違うラスト HP フィッシュ、夕方のこれ餌追ってる時間じゃないかな、ボイルはしないんだけど多分もう、あーすげー出た、HP フィッシュ。
はチャンスかもよ。あれバスかな。早巻きして突然ストップでバコッと。うわ、食ったか。逃がし、止め。がー、すげえな。やる気満々だよ。HP フィッシュの食った。よっしゃ、よっしゃ。よいしょ。おー、ちっちゃいけどよく食ってくれた。はーい、HP フィッシュの早巻きに食ってくれました。ね、群れでね、なんかスクールで追っかけていて、バゴン。ありがとう、よく乗ってくれた。小粒だけどいい魚。 HP フィッシュ、 HP シャットじゃなくてね、フィッシュ、フィッシュ、はい。 HP フィッシュなんかすごい言ってる通り張り持ちがいいから、この岸際にぶつけるような投げ方でワームがぶっ壊れないでってくれるから、岸際をダラ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 ポシュって食わせる感じ。こう岩にすれつけながらこう泳がしてもなんか壊れないから、何回もこの岩沿いとか、あとはああいう対岸にぶつけたりしながら、いやーすごいね。今ね、一匹釣って逃がしちゃったからちょっとおとなしくなっちゃったけど、ドゥブシュって感じでね、すげえ勢いで、もう本当の魚と間違っちゃってるような、そういう食い方してくれるの。こう岸際に投げて、早巻きでもバズベイトみたいにこう動きが破綻しないで誘い続けてくれるから、こう岩にすりつけながらやってたら、気になってたバスがドゥブシュって食う感じ。ドゥブシュパターンだね。だからなんだろうな、こういう根ずれに強い、これバリバスのアブソルートとかね、これもうザラザラでも切れない、まあまあほんとね、持ちがいい、そんな感じの糸だから、岸際すりつけながらパターンにうってつけですね。いろいろフリーリグで沈めてみたりね、えスト風に重りつけて誘ってみたりしたけど、今のところ結局ノーシンカーの早めただ引きが一番反応するな。なんかこのテールのダカ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 っていうね、えそういう動きが、水面直下っていうよりも完全にグランビングバズみたいに水面に波紋残しながらぐらいの、そういう誘いの時だけバスが騙される。
あーやった。どこだ。あっちか。ビッグベイトとかでも食っちゃうパターンっぽいけど。うわすげえな、つうかもう真っ暗になってきた。岸際に追い詰めたと思わせたらいい感じなのに。絶妙な岸際に自分で追い詰めたと思わせるようなコース取りができれば、ダブシュってね。はい、というわけで帰ってきました。 OSP から新しく出た HP フィッシュ持って早速ね釣りに行ってきたんですけども、結構ね魚がよく反応してくれて、このテールのものすごいねグリングリングリンっていうね水を押す動きがね、後半効いてくれて、なんとかね魚も釣ることができましたというところで、使用感なんですけども、見た目よりね結構抵抗感があるね、しっかりと水をグッグッグッとね叩きながら泳いできてくれるっていうね、そういう感じなので、この日はですねミディアムパワーぐらいの竿でやっていたんですけども、これね思ったよりその見た目より大きい存在感、なんていうんですかね、そのボリューム感というか引き抵抗というか、なのでミディアムヘビーぐらいの竿でやった方がよりフッキングが決まったんじゃないかなっていうね、そんな感想があります。この日はね持って行っていなかったんで、ちょっと柔らかめの竿でやってすごい投げ心地は良かったんですけども、ショアセル針がですね40番とか推奨で、この日はね30番でやってたんですけども、あやっぱ40番の方がより魚かかったかな。で40番の針をしっかりかけるためにはちょっとミディアムパワーだとね竿がね負けすぎちゃうので、ミディアムヘビーぐらいのねそういう竿でやった方が良かったんじゃないかななんてね感じました。で、ノンソルトボディの丈夫なところを活かしても、岸際にね、ぶつけるぐらいの感じのコース取りをすると、そんで、めちゃくちゃ早巻き。ね、エクストラハイギアのリルで、ダカ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 ーって早巻きで巻いてくると、その時だけね、結構ね、バイトしてくれたんですよね。というわけで、次回来るときはもうちょっとね、竿を強めの竿にしたいなっていうところと、あとはアシストフックね、まあ、ああやって沈めないでバズベイト的に使うんだったらトリプルフックなんかも背負わせたいよなとかね、いろいろ妄想は広がったんですけど、とにかくね早巻きをした時のね魚が狂ったように反応する様っていうのがね、確認できたので、もうちょっとだけ、タックルセッティングをね煮詰めてやっていきたいと思います。このねお尻にあるキールみたいなところとか、まあ、ヒレみたいなねこういうところも相まってね、ほんと早巻きしてもね破綻しないで魚を誘い続けてくれるね。で、ノンソルトなんだけど、ボリューム感、まあ、お尻の方に重心があるからなのか、もうめちゃくちゃね、飛びも良くて、すごいね、使いやすいなっていう印象でした。これね、海でも使おうなんて思って買ったけど、まずね、ちょっとブラックバスね、ああやって反応してくれるんだったら、ちょっと小雨混じりの時なんかよりね深く食い込んでいっぱい釣れるんじゃないかななんて感じたので、ちょっといろんなタイミングいろんな状況で投げていきたいと思います。まあとにかくね夕方とか、まあ朝もいいのかな、高活性なタイミングで結構これ一つ持ってると、通常だとこうプラグとかだとゴミとか拾っちゃいそうなところでも、このワームなんで引っかからずにゴミも拾わずにものすごい高速でね、誘い切れるっていうね、そんなのが嬉しいな、使いやすいななんて感じました。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、 OSP の HP フィッシュ、これを開封してみてね、あと、実況動画の方も、やってきてやって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。